今は亡き自分を助けてくれた男の布団でゴロゴロしながら、狐娘は考えていました。今日もエッチなサービスでお客さんを喜ばせてあげられた。でもまだ何か物足りない気がするな。お客さんに聞いてみようかな。でもあんまりお客さんばっかりってのもどうすればいいの。あ、そうだうんうん、こういう時に私を頼るのは良いことです。私には何も思い浮かばなくて、何かいい案ないですか。ああ、こんなに真剣にお願いされちゃったら聞いてあげたくなっちゃいますね。それでは、古墳何時の願い聞き届けましょう。この声、神様だ。コスプレでお客様を喜ばせるのです。コスプレって何ですか。思い出してごらんなさい。詳しい本があるはずです。あ、あの本に書いてあったやつだよく思い出せましたね。神様、ありがとうございますこれからも頑張るのですよ。